朗報です。ついにマシバがやりました。とは言っても残念ながらロザリオとの戦いはまだ決着はついていません。今回の初めの一歩、ある意味読者が今一番待ち望んでいた展開へとついに動き出したんですよね。すでに今週1479話を読んだ方は知っていると思いますが、まさかマシバがこのタイミングでこの決断をするとは全くの想定外でした。またロザリオとの死闘もいよいよクライマックスが近いですが、最後のページで何やら不穏な空気が漂っていたところも気になるところです。今後の試合展開についても動画のラストでいろいろと考察をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴をお願いいたします。それでは早速今週も始めていきましょう。先週の振り返り。さて先週の振り返りについてなんですが、まあ正直振り返る必要もないくらい内容がなかった外れ回でしたね。ロザリオからダウンを奪い、ニュートラルコーナーで一歩と組をじっと見つめながら次のセリフを言い放ちます。俺より強い男を連れてこいとあれほど言い続けてきた。なのになんだそれは、お前が選んだ男がそれだと。このように世界戦がいよいよ佳境へと入ってきたこのタイミングで、なぜか何十年と繰り返されてきた一歩と組のラブコメの話に移行したことで、私を含め多くの視聴者さんから落胆の声が次々と上がってきました。ジャバンで1話潰すのは編集者に大丸号で試合を終わらせてくださいって指示されてるんでしょ。何それって失礼やなって思ってごめんね。まさに何それ何それが最適解です。救済明けでわずか数ページって、しかも中身がない。今週の内容を見てきっと誰もが思ったんじゃないかな。ボクシングしてくれよって。まあ正直こちらはほんの一部で、基本的に作品批判がメインのコメント欄となっていたのが現状です。で、動画の内容が批判ばかりになってしまうとアンチチャンネルだって批判されちゃう悪循環に陥ってしまうんですが、まあ、実際に内容がグダグダである以上はどうしようもないんですよね。ページ数が減らされるのも昔からなんですが、これは我慢して読むとしても、世界戦の最中にボクシング以外の話を入れてくるのはちょっと受け入れがたいものがありました。ただですね、動画の冒頭でもお話ししたように、今週は驚きの新展開が巻き起こっていますので、ぜひ皆さんと一緒にここから初めの一歩を盛り上げていきたいと思っています。ということで早速今週最新話、1479話の考察へと入っていきましょう。最新1479話考察、ついに一歩と組が〇〇へ。はい、今週もマシバが一歩と組を見つめながら、何なんだそれはと不服そうな態度をとっています。これを最初見た時に、あーまた今週も引き延ばし会かとがっかりしながら読み進めました。ただここから驚きの展開が待っていました。妹よ、このセリフとともにマシバがこれまで見せたことのない優しい顔つきで組を見つめ出すんですよね。で、そしてここから衝撃のセリフが待っていました。妹よ、でかした。いや、これ読んでいて思わず声を上げそうになってしまったんですが、皆さんはどうでしたか？で、正直これまで初めの一歩ではすでに30近い立派な大人がグダグダと進めるラブコメ展開をずっと見せつけられてきました。もうここまで来ると一歩と組の中は最終回を迎えるまで進展しないんじゃないか、もうここまで来たらもう諦めの境地に入ってしまっていたんですが、まさかのここへ来てマシバ兄が一歩と組との仲を認めるという展開がやってきたんですよ。しかも自分より強い男として一歩を認めたっていうことになりますから、マシバがどういう心境でそう思ったのか、もっと深いとこまでここから知りたいところですよね。兄に認められた一歩と組の今後の動向も楽しみです。もしかするとこのチャンネルで再三言っている結婚もいよいよあり得るのではとすら思っています。はい、ではここから本編のお話へと戻りましょう。妹組への思いが固まったマシバは大声援を受けながら前へと歩いていきます。そんな兄の背中を見つめる組は、ボクシングは今でも好きにはなれない、だけどこんなにも多くの人に応援されるその姿は誇らしいと涙を流すんですよね。まあこのいいシーンに水を差したくはないんですが、組ってどんどん可愛くなくなっていってるような気がしますね。号泣しているからそう感じるんでしょうか。これは謎ですね。
はい、話がそれましたが、マシバはいよいよ妹の組が安心して独り立ちできるように世界チャンピオンになると改めて覚悟を固めます。もうロザリオはいつ試合を止められてもおかしくないくらいフラフラな状態で、ここで左ボディをもらってしまっています。そしてここでマシバの強烈な右ストレートがロザリオのガードを割って炸裂しました。ここを読んだ時はようやく決着かって思ったんですが、最後にロザリオが謎のセリフを発しているんですよね。ダメだ、力が入らない、倒れる、倒れる前にせめて最後の。一体ロザリオは最後に何を仕掛けてくるのか。ここで今週のお話は完結となりました。次週1480話予想、ロザリオの奥の手とは。はい、ということで今週はマシバの右ストレートをもらったロザリオが最後に何かを仕掛けようとしたところを見ると、まあこのまますんなりとマシバ勝利とはいかないと予想できますね。まあそもそもこの世界戦の勝者はどちらなのか、ラストが近い今こそ皆さんで予想したいなと思いますので、ぜひコメント欄で勝敗予想を書き込んでいただけると嬉しいです。それで私の予想なんですが、今週の流れを読んでしまうと、これはもうマシバ勝利は間違いないのかなと思ってしまいますね。だってここまで何週も使って組への思いを語って笑って見送れるように世界チャンピオンになるって宣言している以上、ここで負けちゃうって意味わからないじゃないですか。今までこのチャンネルで散々マシバの負けを予想し続けてきましたが、さすがにここから大どんでん返しはもうないだろうなって思うので、マシバ勝利っていうのが私の予想です。ただ初めの一歩って大きな試合になるほどすんなり勝利する展開を作ることってまずありえないので、このままロザリオがあっさり負けるのはないと思います。では満身創痍のロザリオが最後に打ってくる手は何か。でこれはもう十中八九、1472話で見せたカウンター狙いで間違いないでしょう。初めの一歩で再三言われているように、最高のカウンターを成立させるのに力はいらないですし、逆に言うとロザリオはすでにボロボロなので、相手の力を利用して反撃する以外に選択肢はない状態です。バッティングや足を引っ掛けるといった反則をもう一度するんじゃないかっていう考えも一瞬頭によぎったんですけど、今のロザリオが反則に走ることはおそらくないでしょう。なぜなら1473話で調整不足のままリングに上がった自分自身を戒める場面がありましたし、ずっと練習を積み重ねてきたマシバを純然たるボクサーだと認めているシーンがあったためです。つまりロザリオもマシバと同じく純然たるボクサーへと生まれ変わったと考えられますから、この展開の後に反則をしたら辻褄が合わないんですよね。それでロザリオがカウンターを狙ってマシバはもらってしまうものの、踏みとどまって反撃をして倒しきるみたいな展開を予想しています。この動画をご覧いただいた皆さんはこの世界戦の結末をどのように予想していますでしょうか。コメント欄にご感想やご意見などぜひ書き込んでいただけると嬉しいです。で次回の動画は12月11日水曜日となります。いよいよ次週は世界戦の決着となるかもしれませんので、ぜひまたご視聴をお願いします。それでは今回はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ここからはちょっといつもこのチャンネルを見ていただいている皆さんに一つお願いしたいことをお話ししたいと思います。まあ、基本的にコメント欄は私の動画に対する否定も肯定もどちらでもしていただいて構わないです。ただどちらのコメントをするにしても、できるだけ受け取り手が理解しやすいような文章にしていただけると助かります。例えば浅い考察だねとか、動画がつまらないよねといった否定コメントをいただくことがあるんですが、まあ、そう思った理由も合わせて記載してくれないと、私としてもこうレスポンスしようがないですし、今後のチャンネル運営に生かすこともできません。で皆さん全員のご意見を汲み取ることはできませんが、まあ、できるだけご期待に添えるようにしたい気持ちは本当に強く持っているんで、なるべく受け取り手に伝わるような表現でコメントいただけると大変助かります。はい、ということで初めの一歩考察チャンネルからのお願いでした。ここまで聞いていただいてありがとうございました。